はい、自業とバインダーの話をします。Android の、ソース読みをしていてですね、まあ、Android のそのソースのを読んだ説明っていうんですかね、まあ、読んだ内容をブログに書いてるんですけど、まあ、自業とバインダーは、まあ、避けては通れないけれど、まあ、既に解説もあるし割とみんな知ってるし、まああんまり読む気もないということでですね、まあそうは言ってもそんなの知らないよという人もいるかもしれないんで、ざっとその辺の説明を軽くしておこうかなと思ってこの動画を作ろうと思っています、思いました。で、Android で、まあ自業とバインダー、バインダーは単なる RPC で、自業は Java のまあダルビックVM に Java のクラスを一通りロードして、まあ、その状態で待機しているプロセスですね。なんですけど、まあ、話してしまうとそれで終わるんですけど。まあ、Unix っていうのはそもそも、まず自業との話から始めましょうか。自業とは、まあ、そもそも、Linux っていうか、Unix っていうのは、まあ、これいらないな。まあ、init があってですね、init プロセスがあって、こいつからフォークして、プロセス1ができて、まあ、フォークしてプロセス2ができてっていうふうに、こう何でもかんでもフォークしていくもんなんですね。で、イニットと違うプロセスになるときはフォークした後にエグゼクすると。まあ、V フォークだろうとか、まあ、そういう話もあるんですけど、細かい話はいい。要するに、こうプロセスがあったら、こいつをこうビッと、まあ、コピーするわけですね。全く同じプロセスを。で、ID とか、ファイルハンドル周りとかがちょこちょこ、まあ、変わるんですけど、基本的にはこう全部コピーする。この既存のプロセスをコピーして新しいプロセスができる。で、その後に必要なことをちょこちょこっと変えるというのが、まあ、Unix 系の、その OS の基本になります。で、だからフォークでコピー。だ同じものになる、大体。大体こう、メモリー空間が、まあ、同じものにコピーする。わけですね。このコピーがどんどんできてって、まあいろいろなプロセスができていくわけです。で、最初のプロセスをイニットと言って、イニットから、まあログインシェルとかがいろいろとこうフォークされてですね。で、ログインシェルから何かを実行するときも基本的にはフォークしてイグゼグするわけですよ。まあそうやってどん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 プロセスができていくわけですね。で、自業とは何ぞやっていうと、Java の、まあ VM、Java のアプリケーションをすべてフォークする元となるプロセスが自業とですね。で、どういうものかっていうと、その、まあ、アドレススペースがあるわけですよ。こうやってガーッとアドレススペースが。で、ここに、例えば、何ですかね、Android のストリングだとかです。ストリングクラスだとかですね。あと、アクティビティクラスだとかですね。なんつうかこう、いろんなクラスが、まあ、最初によく使うフレームワークのクラスがロードされるわけですよ。点点点と、フレームワークのクラス。フレームワークのクラス。クラス。で、まあ JavaVM が立ち上がっている、まあ、DalvicVM が立ち上がっているプロセス。これがメモリー空間で、で、まあ、ダルビック VM が、こうなんて言うんですかね。まあ、ダルビック。あ、なんかこの図はもう意味がよくわかんなくなってきました。ダルビック VM が立ち上がってるような
で、その中で必要なクラスを全部ロードすると。けどまだ何も実行していないっていうような状態を、まあ、作るわけです。で、これがジゴートで、ジゴートは、例えば、そうですね、コム、納豆とか、納豆私のドメインじゃないですけど、仮の、とかで、まあ、例えば、ホゲとかいうクラスを、ロード正義で、ジゴートにこう、ロードを頼むとですね、ロードというか、このクラスの実行、このアプリの実行を頼むと、頼む。まあ、どうすると、ここにソケットが開いててですね、ソケット。で、まあ、こいつに対してこう、通信をして、この引数を渡すとですね、こいつをビットフォークしてですね、フォークして、で、2番、丸に、ロードする。この指定されたクラスだけは新しくする、ロードすると。これはそのユーザーのアプリとかなんで、そのシステムのじゃないんで、要求されたときに、こいつを、まあ、ロードすると。で、3番として、して、このメインを、メイン関数をコールすると。まあ、これが、ジゴートに、その、新しいクラスの作成を頼んだときの挙動になります。まあ、こうすると、このフォークをしたときに、最初にこう、ロードしたものも、もう一回ロードする必要がないわけですね。ロードされてるのが、丸コピーされるので。で、コピーされるっていうと、まあ、重く感じるんですけど、Linux のコピー、フォークは、コピーオンライトなんで、基本的には、そのコピーはこの時点ではされませんと。で、その複製、なんつうんですかね、両方から同じ実体のメモリが参照されると。だからコピーのコストはあんまりほぼかからない。で、だから労働コストなくて、そのビビッと、まあ、両方持ってるような、共有してるような感じになります。で、何か変更が加わると、その時点で初めてコピーされて、まあ、変更されるんですけど、リードオンリーなものも結構多いので、このフレームワークのクラスは。非常にたくさん共有できると。で、ダルビックの VM もいちいちブートしな、起動しなくていいわけですよ。その起動されてる状態からフォークされるんで、だから初期化とかもいらないし、というわけでとっても早く起動できます。わお。これがジゴートです。だからすべての Java アプリっていうのは、このジゴートのフォークから始まります。だからこう、まずプロセスを作って、ダルビック VM を起動して、Java をロードしてっていうふうには、Android のアプリは始まらないんですね。一番最初がすでにジゴートのフォークから始まるんで、一番のエントリーポイントの時点ですでに Java の、Java とかダルビックの VM は動いている。だから、その Android の NDK とかを使っても、その最初からネイティブのプロセスっていうのは作れないわけですよ。まあ、それはなんでかっていうと、まあ、つか、ネイティブのプロセスは作れるんですけど、別に。まあ、そういうのが Android アプリになれない理由っていうのは、結局その、ダルビックをフォークするのが、そのユーザーの、その、Android のエントリーポイントな、アプリのエントリーポイントなんで、そこからまたネイティブをコールする感じになる。で、結局、その、最初にネイティブにしたら、Java の起動とかしなくていいじゃんっていうことはないシステムなんですね、Android は。はい。で、これがジゴートっていう名前のプロセスです。なんでジゴートって名前なのかは、なんか解説あったけど、自分はよく知らないです。はい。で、これがジゴート。で、その2、バインダーはまあ、大した話をする気は私はないです。まあ、プロセス1があってですね、プロセス2があると、これは仮想メモリーの、その、アドレス空間だとしましょうと。で、このプロセス同士のメモリーが、プロセス1からプロセス2のメモリーっていうのは触れないわけですけれど、まあ、たまに、こいつの、ホゲメソッドとかを呼びたくなったりするわけですよ。P1 から。こいつを呼びたい。その目の仕組みがバインダーですね。
でもまあこの触れないんでどうするか、まあ、こういうのは RPC リモートプロシージャーコールっていうんですけれど、まあ、どうするかっていうと、まあ、バインダーって仕組みがあるんですけど、まあ、要するにそのここにカーネル領域っていうのがみんなついてて、でカーネル領域は基本的に P1 も P2 も共有してるんで、まあ乱暴に言うとここに一旦書くと、リクエストを書くと、でまあこのテキストスイッチされて P2 が来ると、そしたらなんかここに書かれたよっていう割り込みがまあ来てですね、まあ、割り込みが来てその対象のプロセスを、まあ、起こすんですけど、ウェイクアップするんですけど、まあ細かい実装はいいでしょう。リクエストを書くと、でコンテキストスイッチすると、コンテキストスイッチする、コンテキストスイッチ、ちょっとでコンテキストスイッチして、で3番書かれたのを読むと、その3番書かれたのを読んで、でその指示を実行、まあ、こんな仕組みになってるんですね。だからバインダーではこの P2 のホゲを呼べって書くわけですよ、この丸1で。でコンテキストスイッチすると今度丸3で、その割り込みがかかって、割り込みベクターかなんかがこの読んで実行せよっていうのを読んで、おおホゲを実行するのかっていうふうに解釈して、まあ、こいつをコールする。まあ、細かいところにはいろいろ問題があるんですけど、まあ、大体こういう振る舞いをするのがバインダーですね。でだからこの丸1をするために P1 では例えばそのゲットシステムサービスとかの類、例えばウィンドウマネージャーとかは大抵その何でしたっけ、なんとかサービスとかいう最初に立ち上げるそのプロセスに入っていてですね、なんとかサービス、名前忘れました、サービスプロセス、グラフィックス、なんだっけ、まあいいや、サービスプロセスあって、で普通のユーザーはですね、普通のアプリはですね、アプリのプロセスはウィンドウマネージャーのプロキシーを持ってんですね、普通は。でどういうプロキシーかっていうと、例えばゲットタイトルとか呼ぶと、WM ゲットタイトルとか呼ぶと、タイトルバーだっけ、まあいいけど、そうするとこれは実際にはこのこいつのメソッドっていうのはここにその命令を書き込むっていうことをするだけのプロキシをみんなコールしてるんですね。ゲットサービスで取れるのは基本的には全部プロキシで、それのメソッドを呼ぶと全部ここの領域に書くってことだけをして、コンテキストスイッチしますっていうだけなんで、そこを追ってってもコードの実態はない。で結局その呼ばれる側の同名のメソッドが必ずあるわけですよ、ここにゲットタイトルが。だからそのコードを読むときにはそのこれがどこに対応してるのかっていうのを、まあ、知ってないといけない。まあ、知らなくても探せばいいんですけど、つまり、その、ここを知りた、ここで何をしてるのかを知りたければ、こいつを探してこいつを読む必要がある。だこいつを読んでも単なるプロキシーなんで、ここに書き込みますっていうコードしかなくて終了なんで、あんまり見ても意味がない。で、実はしかもそこのコードが、その、インターフェースを継承していて、実装が見えなかったりとかもするんで、ますますコードを追ってても意味がない。なんで対応するここのコードを探してみましょうっていうことになるんだけど、まあ、この辺はバインダーの説明をしてないと
まあよくわからないところなので、ここでちょっと動画で軽く説明しました。以上、はい、まとめます。ジゴートとは、そのダルビック VM で、ダルビック VM で、その必要なクラスをロードしている状態でずっと待機している、最初の親になるプロセスです。で、新しいアプリを起動するときには、いつでもこのジゴートに、おい、このクラスをロードしてくれよって頼むと、自分をフォークして、そのクラスをロードしてメインを呼ぶっていうふうに振る舞います。こいつがアプリのランチです。まあ、ちょっと違うけど、そういう感じです。で、バインダーは RPC です。リモートプロシージャーコールです。別のプロセスにあるメソッドを呼ぶっていうことをするための仕組みです。はい、以上。